ただいまご紹介預かりました、現在、スウェーデンで、日本国大使を務めております渡辺でございます。昨日帰ってまいりまして、この1週間ほど日本に滞在いたしますが、その冒頭で、こうした機会をいただきまして、大変光栄に存じております。ちょっと手伝いをいただきながら、かなり大部な資料の中の一部をご覧いただきながら話を進めたいと思っております。ここにありますように、題名は「強靭なスウェーデンの国家と社会」という名前にさせていただきました。決してどこかの国の政治の批判をしているわけではありません。ここに出ておりますように、これはスウェーデン語の新聞のあれですが、まあ要するにジョギングに女性がみんなハマってるってこう書いてあるんですが、この背丈と宙を飛んでいるジョギングの割に非常に高く上がっておりますが、この勢い、これをぜひ監督していただきたいと思っております。改めて本日は、歴史あるスウェーデン社会研究所の主催、福祉フォーラムジャパンの共催で私の講演の機会をいただいたことに心より感謝申し上げます。本日こういうふうな女性を最初のページに使わせていただいているのは、元気な女性に象徴される強靭なスウェーデン、中国の台頭の中でも、また欧州の金融危機の中でも強靭な対応力を見せ、発展を続けるスウェーデンという国を、そしてその社会を主題にして、お話をさせていただきたいと思います。過去20年、それまで積み上げた分厚く先駆的な社会、安定装置としての福祉制度を基盤としつつ、90年代の深刻な金融経済危機を糧にして大きく競争成長戦略に軸足を移して、大胆な改革の推進によっていわば変身を遂げてきたスウェーデンという国のお話であります。今日お世話になっておりますスウェーデン社会研究所は、私が言うのもおかしいからあまり言っちゃいけないのかもしれませんが、1967年に発足した社団法人として、その開所式には、今日もなおスウェーデンにおいて大変お世話になっております国王陛下のお姉様にあたるクリスティーナ王女も参加された開所式が行われたと記録されております。会長には東海大学総長の松前茂義さん、そして初代の理事長には後の総理大臣になられた大平正芳さんが就任されておられます。研究所長には西村光夫日本大学教授が就任されたと理解をしております。最初、東京駅前の丸ビルに、松前会長のご縁で事務所を開き活動を始めたと記録されておりますが、実は私自身、1984年に最初のスウェーデンの赴任にあたりまして、スウェーデン社会研究所が実施するスウェーデン語の初心者コースに入って勉強したことを今も懐かしく覚えております。それからスウェーデン社会研究所はその発足の過程で、先の大戦中スウェーデンに武官として赴任し、優れた諜報活動で平和工作を指揮しておられた小野寺誠元少将と小野寺百合子夫人の、このご夫妻がいわば飯田しっぺの4人の中に入って発起人にも名前を連ねたとご本人が書いておられますが、この小野寺百合子さんは、このスウェーデン社会研究所を通じて今日福祉で知られるスウェーデンというものを、その寿命を全うされるまで、1990年代までスウェーデンの国の予算や社会福祉、あるいは児童文学などについて広く紹介をなさった方でございまして、私個人、1990年代にご縁がありまして、晩年の小野寺百合子さんご本人と知り合い、世田谷の宮坂まで通っておった覚えがございます。その後、季節の挨拶も交わしておりましたが、残念ながらお亡くなりになっております。で、ちょっとその関係で3ページに飛ばしていただきたいんですが、これをご覧いただきたいと思います。これは、昨年、もう昨年になりましたが、昨年末にかけてストックホルムの公共交通機関に一斉に張り出されていた、日本語では軍事博物館とでも言うんでしょうか、アルメミュージアム、軍事博物館の
軍服展示会のポスターでございます。そこには美しい軍服がこのように一つ大きく掲げられているわけですが、これこそ小野寺誠少将が終戦時の武装解除にあたって自らの軍服軍刀などを懇意にしていた軍事博物館に寄贈されたものであります。ご縁とは不思議なものでありまして、去る11月23日にスウェーデンの内閣官房の筆頭副長官グンナール・ウィスランデルさんと、それからとともにですね、それ、博物館の館長エヴァ・ソフィー・エルンシュテル館長、それからいろいろその実現をお世話いただいた三菱商事ストックホルム、こういうご協力を合わせて筆頭内閣官房副長官と一緒にこれを見に行ったことが思い出されます。軍服の展示会なんですが、一番最初に一番目立つところに置いてあって、最も美しい軍服とこう掲げられているんですね。ちょっとサイズが小さいなと思ったら、これは日本人のなんですが、その展示は軍服でしたけれども、博物館は当時の軍刀も所持しておりまして、それも見せてもらい手にさせていただきました。また百合子さんが暗号の札などを、帯の裏側にこう収めていた、その帯を寄贈されておられまして、そうしたものも拝見させていただく光栄に預かりました。まあ、そういうことで、実は結構昔からいろんなチャンネルでスウェーデンと日本との間、お互いの人的交流あるいは信頼関係の構築というのがなされてきたというものを少しお示ししたいと思いました。本日のテーマは主に我が国で最近も改めて注目を浴びておりますスウェーデンモデルの今日ということを中心にお話しさせていただきたいと思います。少々話が大きな話、対極的な話になったり、やや政治ごとに入ったり、急に非常にディテールの話になったりということで、範囲がなかなか確定しづらい話になると思いますので、若干ご容赦いただきたいと思います。私がスウェーデンという国の姿を考えるとき、いつも思い起こしますのは、現在もご存命で代表的な保守系の言論人とも言われていますある方が、もう80代半ばでございますが、さすが高齢社会です、お元気に昼食を共にさせていただきましたが、かつて25年前滞在していた時にもお教えいただいたんですけれども、スウェーデンという国では外国人には奇異に感じられるかもしれないけれども、常に政府というのが何か素敵なものだというふうに見られているんですよ、それは25年経った今も変わらないんですということをおっしゃっていただきました。また社民党の重鎮で最近もお会いした方ですねには、大変刺激的ではあるけれども、言われてみると、まあ、さもありなんというお話を受けたまっておりましたが、スウェーデンの福祉というのは人をテイクケアするためにあるんではないんだよと、経済社会を活性化して国を豊かにするためにあるんですということをおっしゃっておられました。それはまあ一体具体的に何を意味するのか、どういう局面でそういう言葉が適合するのか、それは私の経験がこれからさらに必要だろうと思いますが、そうした2つの言葉に思いを巡らせながら本日のお話の構成を考えてみました。こうした1ページにありましたような強靭なスウェーデンの国家と社会という演題を選びましたのも、今のスウェーデンをどう表現したらいいかなという観点でございます。2ページ目、まとめって初めからまとめって書いております。大変恐縮です。話が冗長になってもいけないし、まとめというのは大抵、最後に抽象的にまとめてしまうというのが常ですから、まあ、そういうのは最初の方がいいんじゃないかなと思いまして書きました。平等と連帯と安心の政治から、自由と尊厳と責任の政治へと、政治の風景は大きく転換しております。これは事実です。
しかし社会というのは政治、政府および国民相互だと思いますが、に対する強い信頼、ソーシャルトラストというものがあって、そしてもう一方に、まあ、強烈なというか過激なまでのという表現で記述されることもありますが、過激なまでの個人主義、ラディカルインディビジュアリズムというものがスウェーデンのモデルの基礎として、政治風景は変わっても現在大きく機能を発揮して強靭な対応力で国際経済の激動を乗り切っているのではないかというのが、まあ結論でございます。で、そうした基礎に立って、本当に徹底して行われている健全財政原則、それから就労第一の徹底原則の徹底、それから平等に高負担を求めつつ活力ある社会を構築する税制への高い信頼、公的年金制度の安定化、それから男女共同参画による少子化社会からの脱却、国民番号の幅広い活用と透明性の高い効率的社会の構築、積極的移民政策と社会統合政策の展開、緊縮政策の回避、それから社会保障雇用政策の幅広いネットワークの引き続いての展開というものがあるんだろうと思っております。そこで、そんなまとめを書いてみましたが、抽象度が高くてまだ何のことか今一つわからないと思いますので、順次その背景についてご説明をしておきたいと思います。一回ちょっと関係なく見えるかもしれませんが、4ページと5ページ、これが4ページですね。で、5ページ、はい、もう一回4ページに移してください。これはですね、日本国大使館、スウェーデンにおける日本国大使館として、初めてと言われているんですが、独自にスウェーデン人相手に世論調査を実施いたしました。それの中に質問項目がいくつかあるわけですけれども、回答2つまでという限定で、アジア地域の中でどの国地域がスウェーデンにとり最も重要ですかという問いに対するお答えを取りまとめさせていただきました。まあ、今日ですからご覧の通り、どこがトップかというのは言うまでもなく中国ということになるわけですが、 70% で、日本は 35%、 次いでインド、タイ、韓国等々とこうなっております。関係を強化していくべきと考える分野はどれですかとお聞きしました。黄色、青、赤とこうありますが、私は大変幅が広いことに感銘を受けております。科学技術、環境問題、経済関係、それから高齢化社会への対応を含む社会保障分野、共に掲げる基本的人権など普遍的な価値の世界的な普及、文化交流、人的な交流、幅広く他にもあったんですが、回答の数が多かったところをざーっとこう並べてみるとあります。で、私自身の背景が、昔長いことその厚生省に勤めておりました関係で、こういう中で、何らの操作もなく我が国の高齢化社会への対応を含む社会保障分野がスウェーデンの方々の世論調査における関心点で3つ目4つ目にこう並んでくるというのは、大変覚醒の感があると思います。日本が大変スウェーデンよりまして高齢化社会をすでにも迎えており、その中でも安定した社会と長い平均余命を実現しているということはよく知られていることだということだと思います。で、こうしたことの中で、私自身は改めて90年代に接触のありました小野寺由里子さん、まあ、ご本にも書いておりますけれども、スウェーデンを長いこと紹介しながら、90年代に入るともう全体に日本が一方的にスウェーデンから学ぶ時代は過ぎ去り、互いに学び合う時代への進展を感じないわけにはいきません、こういう言葉を記述もされお話もされておられました。まあ、そういう意味においても、スウェーデンの方々の日本への高い関心とその幅広さというものを、私たちはまっすぐ受け止めなきゃいけないというふうに考えております。話進めます。一昨年の秋に、ページを6ページを開けてください。はい、これです。11月の世論調査、これはスウェーデンの新聞社が、世論調査機関がやっているもので、新聞に載っているものですが、これをご覧いただきながらちょっとお耳を借ります。一昨年の秋に、四半世紀ぶりに私はスウェーデンに赴任いたしましたら、まあ、多くの方々、スウェーデンの方々から、そうか2回目かと、25年も前かと、
ではその昔と今の違いについてどこが一番感じるのところかということを繰り返し繰り返し問われました。最初は何を答えとして期待されているのかということもちょっとは考えるんですが、そういうゆとりもなく、道路が渋滞しているとか公共工事が多いとか、バスの運転手は外国系の方が多いように見えるとか、まあいろんな何でもこう気がついたことを言いそうになってはちょっと言葉を飲むということが続いておりましたが、まあそのうち2ヶ月3ヶ月4ヶ月経ちますと、大体何を言うことを期待されているのかっていうのはすぐ分かります。それが一つは政治風景の変化、社民党政権の時代ではない、いい悪いは別としてということが一つで、現時点での世論調査でもモデラ、穏健党って書いてあるモデラというのが、そのこちらの方 の, まあ浮き沈みはありますけれども、そちらの方が勢いがあって、初版の事情から社民党の方が非常に支持率を減らしているということが見て取れます。この6ページで、若干踏み込みすぎかもしれませんが、現在は中道保守政権なわけで、その中道保守系の政治家の方々とも、もちろん社民党の方々ともたくさん接触をすることになります。私の性質上政治家の方々とお話しするのは苦に感じないタイプなもんですから、いろんな形でお話をさせていただいております。で、中道保守系の政権というのは穏健党とクリスチャン、その次 1,2,3,3つ 中小の政党がありますが、それが 連合しておるわけですけれども、とりわけこの大きな穏健党の関係で言えば、あ、これここにも旧世代と新世代というのがございまして、最初に総理の座を、首相の座を取った政権を90年代の初めに一回あるんですが、運悪く大変大きな経済金融危機に見舞われたわけですが、その時に長い長い1930年代以来の社民党との苦しい戦いの中から政権を奪取しただけにですね、当時のオールドモデラートと言われる人たちは非常に革命的高揚感に、襲われたそうでございます。どっかの国みたいですけれども、その典型的な言葉は、例えばちょっと英語になりますが、 Power to the people が実現したとか、コレクティブソリューションからインディビデュアルソリューションに変わったんだとかいうことで大変高揚してたんですが、なかなか折りやしく、そういうふうにうまく長い政権運営にはつなげられなかったんですが、まあ、その当時の人たちはやはり何がしか抜本改革を求めがちなタイプの方々も多かったように思います。で、一方ニューモデラートと言われるこの今の総理も外務大臣、財務大臣、この総理と財務大臣というのはニューモデラートの典型と言われているんですが、その人たちはこの2006年と2010年2回選挙を勝ち抜いてきておりますけれども、どちらかというと社民党長期政権時代に築かれた制度政策を国民的な慣行として一度受け入れた上で、イデオロギー的な簡潔性よりも実利的技術的な観点、それから大衆受けを兼ね備えた、まあ静かに改革を進める、定着させるということで実質を取ろうという人たちのように感じられます。実質的に新しい政治経済ルールと行動様式というものをに転換させていく、まあ、そういう手法ではないかと思います。で、そこが今の政権の中心になっておられます。まあ、そんな変化があったことをきちっと見てほしいということを皆さんおっしゃるということであります。また政治ものはまた戻ってまいりますけれども、その次聞かれている一つは政治風景が大きく変わったということです。それからもう一つ、その次、これですが、食べ物が大変おいしくなったということであります。先ほど大使にも申し上げたんですが、先日全外交団のトップがスウェーデン外務省に招かれまして、貿易大臣が自ら説明に当たりましたが、
2020年までにスウェーデンを新料理国家、ニュークリナリーネーションとして、確立する。これはここのところですね。クリナリーってあんまり日本人英語にはあんまり馴染みがないんですが、まあ、そういうことです。で、今現在も実はどんどん変わってきて、2010年ここですかね、スウェーデンの 食品輸出というのは全スウェーデンの輸出の 5% 近くになってきてるんですが、それを大いに伸ばしていこうと。で、その自信は近年この10年ぐらいでしょうか、ポール・ボキューズのボキューズ・ドールというヨーロッパの、まあ、フランス料理の金字塔みたいなありますが、この10年ぐらいは実はあそこで金賞を取る、金メダルを取るとか銀メダルを取るとか入賞するのがどん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 北欧の人が増えてきた。もちろんスウェーデン人もそこに非常に大きく活躍していて、まあ実際大米払って食べてみるとなかなかなもんでございます。まあ値段は高いんですけどで、まあそんなことで、国際マーケットで大変今レベルの高い料理として、スウェーデン料理に自信を深め、これを国家の貿易政策の中でも文化政策の中でも大いに使っていこうということのように感じます。そこでこの在日スウェーデン大使館に来て大使を目の前に言っていいかどうかの問題はあるのですが、在外のスウェーデン大使公邸をスウェーデン料理普及の拠点として活用するスウェーデン料理のデジタルレシピ集をボキューズドールでスウェーデン代表を務めたシェフなどの監修、当国のオーレブロー大学調理部学部協力のもと作成してどんどん公邸料理人に配布するという事業を始めておられます。そして公邸料理人を対象としたスウェーデン料理研修を実施する。もう大学まで動員して、頑張っております。しかしその背景が本当に出てきてます。まあそんなことがあって、政治が変わった、料理が変わったっていうこの2つの言葉が欲しかったんだなということを途中から感じるようになりまして、今日も冒頭からこんな話をさせていただいております。そこで少し真面目に戻ります。今のも真面目な話ですが、その次お願いします。まとめにも書かせていただきましたけど、まあ、大使を目の前にして、おこがましいのですが、この資料はちっちゃな字ですが、去年のことです。去年の2月ですかね、2月、世界経済フォーラム、いわゆるダボス会議にスウェーデン国政府が参加するにあたって、パンフレットをまとめて提出したんです。で、北欧のモデルがこの後に及んで、とにかくヨーロッパの中で最も競争力が強く強靭であると、どうしてだとみんなに褒められるんで、ヨーロッパの虎とも言われているんで、それは私たちが説明せねばいかんということで、政府が温度を取って自らまとめた資料でございますので、まあ、これ以上の権威あるものはないんじゃないかと。で、まとめた人のにはストックホルム・ヤコブ・バレンベリ投資家と、これ日本語で訳してから、まあ、スウェーデンに若干お詳しい方は、おバレンベリ財閥の方ですかという、スウェーデンを代表する財閥の方ですし、こちらはお友達でもありますクリスティナ・パーションさんですが、今グローバルチャレンジという財団と北欧協力関係のノルディックアソシエーションの代表をされておられますが、元の中央銀行副総裁ですかね、それからユムトランド県知事もなさった社民党の経済政策の柱を担っている大変な有名人ですが、こういうのがコンビを組んでいろんな人を動員してまとめたものでございます。そのキーワードがここに出てきますけれども、北欧資本主義っていうものをどう見てるかっていうのが、ここにあるように危機から自由になる北欧モデルではなく、むしろ深刻な危機を効果的に舵取りする方法である北欧の経験という言葉を引用されています。それからその次にありますように、ここに、多くの人が北欧諸国を社会主義と資本主義の、ここの辺りですね、ある種の折衷型と見ているけれども、自分たちはそうではないと思っている、これは当たってないと言っていると、人の言葉を借りてますけどね。それで、ここにありますように、自分たちの
モデルというのは、極端な個人主義と効率的市場経済のための創意工夫を凝らした土台で形作られた強い国家の統合であるということを言っています。また北欧諸国は最も近代的個人主義的な国々であり、広い社会的信頼に特徴づけられた最も顕著な国々であるとされています。まあ、ここの社会的信頼というところは一体どういうものなんだろうかということで、いろいろ人づてに聞いて、とある大学教授にこう教えを請うたり、いろんなことをしておりますが、やはりスウェーデンのことを認識する上では、冒頭も言いましたように、政治とか政府とか、そして国民相互の間の社会的な信頼というものの高さが全ての原点の一方の柱になっているということは間違いないというふうに私自身今感じております。次にお願いします。これは9月に現在総理を務めているラインフェルト、フレデリック・ラインフェルトさん、実は私25年前にテイビー市という首都高の北側、どのぐらいでしょうかね、10キロから20キロぐらいのところにあるんですが、そこのラヘールという地区に住んでたんですが、子どもたち家族と一緒に、そのすぐ道路2本ぐらい隣のその地区の出身でございまして、我が郷里の英雄ということで、昔から仲良しにしているその地域の人たちとお酒飲むときには AAO とこうやってるんですけれども、この方の9月の所信表明の演説から引いておるものです。この時は大変面白くて、この施政方針演説で彼は、今責任を果たす時であるというフレーズ、この責任、レスポンシビリティっていう言葉をアンスバールというスウェーデン語ですが11回使ってます一つの演説で。でどんなふうに使ってるかっていうのをちょっとご覧いただきたいと思って、ここにありました。冒頭ちゃんと今の欧州の危機に関しても深刻に考えていることについては述べておられます。スウェーデンは先般の金融危機に耐え、他国よりも力強く回復した。他国の公的財政が地域の崩壊の危機にある中、私たちは安定しています。他国の経済が減速する中、私たちは成長している。他国が疑心暗鬼に悩まされる中、私たちは信頼を築き上げている。高い成長とともにあるスウェーデンは、より多くの人々が就労し、雇用は増大している。財政は赤字がなく、債務が減少する均衡の状態に戻っている。これこそが世界中が債務危機に陥る中で、私たちが今力強く立っている理由である。この強固な条項を維持しなければならない。責任を果たす時である。です。引き続き責任を果たす時である。そして次から次にいろんなことを述べておられます。その2つ下のポイントのところに、福祉についても触れられております。ここの辺りですね、ご覧ください。ちょっと私はこっちで読みますけれども、責任を果たす時である。核となる福祉事業は削減から守られなければならない。学校、医療、社会サービスが将来もあり続けることにより人々は安心を得る。家計と企業は増税から守られなければならない。雇用政策を強化しなければならない。結束を守らなければならない。その次に、政府の最終目標はスウェーデンを完全雇用に導くことである。社会的阻害は抑えられ、より多くの人々が就労を通じて日々の生活で活力を得ることとなる。就労第一の原則は堅持すると、とうとうと言われています。もう少し後ろ。ちょっと福祉話に戻して恐縮ですが、どこだったかな、ここだ、すいません、この辺りです。責任を果たす時である。スウェーデンへの責任を果たす。今の世代、そして将来の世代のために不確実性に対抗する施策を優先させると。歳出削減、その他の緊縮的な政策は行わない。代わりに雇用、福祉、治安を守るために法を進める。こういうこともおっしゃっています。で、最後に、これはなんかジョン・F・ケネディみたいな面はありますが、
嵐に立ち向かうのであれば責任を果たし正しいことを行わなければならないのは政治家だけではない、スウェーデン全体が責任を果たさなければならないということで言葉を締めくくっておられます。なんかそんな感じのタイプの政治演説をする方でもございます。その割に週末のトーク番組なんかに長々と出演されて、まあいろんな政治事ではない話題にまで一緒に入って、会話をされてもあまりリスクを負わないで済んでおられます。ある方によると言葉の魔術師だっていう人もいらっしゃいました。で、まあそういうようなところが総論的な話の、まあ、骨格認識の骨格を形成せざるを得ない部分です。そこで次に話を進めます。骨格って言いますか、最終コーナーに入る前に実はここに、本当作った資料の順番とは違うんですが、まあ最初のうちできるだけ、落とさずにご覧に入れたいと思う資料を順次並べておりますので、さーっと紹介しておきます。一つはスウェーデンを見るときに、スウェーデンの人口は今後とも増大する見込みであって、人口が増えてる国なんだということを見ていただきたいと思います。スウェーデン生まれの人も増えてますが、外国生まれの人もこう増えていく。で、私25年前におりましたときはスウェーデンは小さな国で人口800万人とこう言われてたんですが、今は950万人ぐらいです。そして2020年には1000万人を超えます。北欧諸国の中で1000万人の大台に乗る国というのは他にまずありません。もちろん大国主義でも何でもないんですが、その重みというものは揺るがない大きな力となっていると思います。次お願いします。でちなみにスウェーデンの高齢化の状況でございますが、2010年近辺で、まあ、18% ぐらいなんですね。日本はもう 20% を超えておりますので 23% ぐらいになっておりますので、それより高いんですが、スウェーデンの人口推計で言いますと2050年、日本が 39.6% を打つときに、ようやく今の日本の水準の 23% 台から 24% ぐらいというところでございます。その意味で先ほどのアンケート世論調査の中で日本の高齢化社会への対応に関心を示すというのはベースはあるなというふうには思います。その次お願いします。これが先ほど総理の演説の中にもありましたように、経済に対する強い自信をこの秋の予算で直近でまた出てくるものは少しまたちょっとずつ数字違うと思いますが、おおむね同じ構造です。2010年の経済成長率は 5.7% という高いものでした。2011年少々雲行きが複雑になってきてますが 4.1%、 9月までの第2四半期っていうんですか、それでいうと 4.6% でしたから、まあ、4% 台というのはあんまり変わらないんじゃないだろうかなと思います。クリスマス商戦も大変に活発でございました。欧州の危機ってどこにあるんだろうと思うぐらい購買意欲は大変でございます。しかし来年大どころのそのドイツだとかフランスだとかイタリアだとかの経済の変化による向こう輸出の陰りというのはやはり出てまいりますので下がるだろうが、欧州のユーロの危機をなんとかギリギリ破局を回避すれば必ずやその後また成長軌道に戻るというふうに見られております。これちょっと飛びますが29ページお願いします。経済指標のついでですので、もうちょっと分析的に言えば2010年の実績と2011年の見込みですが、まず人口増加率がしっかりあると 0.78% あるということ、 GDP 成長率、賃金上昇率、日本ではなんとなく考えられないけども堅実に 2.2% 台半ば上げております。先月12月にまとめた金属労協の賃上げ、ベースアップは2012年の12ヶ月で 2.6%、 1年半で 3.0% というもので妥結をしております。やはり国内の内需を保つためには引き続き一定の賃金上昇率が必要だということに関する労使の合意が基本的な合意があるということであります。物価上昇率は去年ちょっと高めに出てますが、最終数字はもうちょっと低いかもしれませんが、
2% 前後でこう推移しております。でレポ金利マコテ具合のようなものをこれも 1.8 を今 1.75 まで下げておりますが、そんな状態です。長期金利 2.9 とか 2.6 書いておりますが、欧州の経済危機の中で今 1.5 ぐらい、だと思います。失業率 8.4% ぐらいですが、11年少し改善してますが、12年は欧州経済危機の関係で 8% 台を打つかもしれないなと言われております。まあ、そんなのが経済指標の基礎的な部分です。次にページの13ページをお願いします。スウェーデンは世界にも冠たる国民負担率の高い国だと言われております。しかし、まあ、物には程度の問題は常にあるんで、ご覧いただくように、社民党政権の時代、保守中道政権の時代と移ってきてますが、このあたり、2000年ちょっとの頃をピークに、社民党政権の時代にも国民負担率がどんどんと落ちている傾向にあります。現在は最も直近で2010年で 45.8%、 最高の時は 52% 近くですね、言っておりました。その結果を反映し、さらに新しい数字はまた下がるかもしれませんが、デンマークは世界一、国民負担の高い国でございますが、スウェーデンは世界一の座というのではなく2番目に入り込んできております。日本はこの辺りですね、まだね。はい、その次です。今のをちょっと一つの常識として押さえておいていただきたいと思いますが、まあ、これも違った意味でスウェーデンモデルだと、部外者だからこそ言わせてもらいたいと思う部分でございます。国会を中心とした最高機関の意思決定機関としての国会を中心としたグループ、そこに中央の省がついているわけです。で、職員総数は全部の省を集めても4500人、うち外務省在外公館がたくさんありますので1250人ですから、まあいわゆる霞が関にあたる部分というのは3000人ぐらいしかいない。で24人大臣もおりますので大臣はたくさんいるんです。でそれとこの行政庁民陸平定民陸実際に行政実務に携わっている役所っていうのは別のものでございます。そして憲法上この行政庁に対して国会も大臣も総理大臣もここの具体的な判断については介入できないという独立性を付与されております。さあさりながらこの行政庁のトップは政治任命でございますし、介入できないと言って抵抗はして喧嘩はするけれども、まあいろんなことが起きるわけです。しかし確かにこの行政庁にいちいちその議会に直結した勢力である中央の省が介入できない、できづらい構図を示しています。また国民の生活の現場、企業の現場、働く現場で発生するさまざまな不都合はもとよりここにたくさんあるんですね。行政庁っていうのは裁判所等々を全部外しても約200ぐらいありまして、霞が関にあたる部分が小さな組織だとするとここは非常に大きなものでございます。しかし生活の実態、事業の実態からするとここで問題が発生したところが感知される、あるいはその行政庁の行為が問題の源になる、こういうことになるわけですが、ここの事業の実績に対していろんな不都合があったとします。雪がたくさん降ったのに除雪ができなかったというのはこれはコミューンの問題ですが、鉄道が止まって動かなくなっちゃった、それから、まあ、警察に110番を何度しても全然対応してくれないとか、さまざまな不都合が起きるわけですね。それに対して中央の省と大臣は、まあ、これも相対的比較的な問題ですが、私たち日本人から見ると驚くほど冷静かつ批判的に自分たちの正義を貫きます。つまり起きたことに対する責任をどう感じているんだという質問は当てはまらない存在としてここにあります。つまり正しい、日本でいうとちょうどマスコミがやってるような機能ですね。
これじゃダメだっていうのがここなんです。でこちらはダメだと言われるけど、予算をつけるなり権限をくれたなりちゃんとした法律を定めなきゃできるわけないじゃないかというのがこちらなんですね。そういう構図になっているというのがスウェーデンのあらゆる政策を推進する上で非常にある意味でその中央政府による正義の独占と実際の行政庁との率直なその意見交換、公共の場で行われる紙面上テレビで行われる意見の相違バトルというものは非常に実直で堅実な民主主義の実例を示していると思います。なかなか日本では簡単に真似することはできません。自治体の現場で起きる話、高齢者虐待があった、児童虐待があった、日本の場合は直ちに大臣が対応を迫られますが、それはここが責任を負うことであり、その事件が報じられるとここは直ちにここを批判します。そういう構図があります。なんか変に思いますが、全体を報じて言うとなかなかよくできた仕組みでございます。全体の船が道を誤らないために誰かが冷静で正しいものは正しい、ダメなものはダメっていうことを言えるポジションをここに作ってるということであります。もとよりマスコミはここを攻撃します。全員に強いってことはないんです。だから政党同士でももちろん攻撃はありますから、全員に強いってわけじゃないですけど、日本と比べるとスカンジナビアモデルというのは この構造は大体共通してるんですが、大変霞ヶ関とか永田町の住民から羨ましくもあるが、逆に言うと本当にその領域に精通し一家言を述べられる人間でなきゃこのまま務まらないということであります。はい、その次お願いします。これちょっと細かい数字が出てますが、やはりスウェーデンの最大の内政上の特徴は税にあると思います。国民が税を払うこと自身が自分たちの政治に対する権利の行使であるという強い信念を持っておられます。ところがもう一つ、私がスウェーデンに25年ぶりに行って、いや奇跡のようなもんですよねって教えてくださいよって冷やかしてたのは、実はこの地方住民税、これがスウェーデンの民主主義の19世紀に確立した地方住民税のベースでございますが、私がいた80年代と今もほとんど変わってないわけです。この間に高齢化は進み、医療技術の進歩は進み、都市部にたくさん人が集まり、過疎化は進み、犯罪は増え、さまざまなことが起きてるんですが、税率が変わらない。一体そんなことは一体どこにしわ寄せして可能なんでしょうか。日本だったら税率を上げなきゃダメか、国債を大量発行するかどうするんでしょうかという事態が30年続いてるっていうのはどういうことかということであります。で、本人たちはあまりそういうふうに感じてない面もあって、あ、そうですかねということなんですが、それから都市部と田舎でその数字は違います。ストックホルムはコミューンが 17%、 ランスティングが 12%、私の住んでおりますダンデリードというところも同じようなものでございます。逆に高いところはコミューンが23、ランスティングが10、コミューンが福祉がたくさんやることがあり、高齢化が進んでおり、病院があんまりないんであんまり高いお金はかかってないとも読めます。で、私が申し上げたいのはなかなか難しい読み解きなんですけれども、ちょっと手元の資料で1997年から2009年までの13年間というんですか、分の年平均の伸び率を歳出項目で拾ってみました。 GDP と対比してみました。その間の名目 GDP は 4% 伸びています。で、保険医療関係施設、端的に言うと医療費でございますが 5.3% 伸びています。高齢者関係施設、介護ですね、 3.99% でございます。で、3カ年の中期モデルによるシーリング予算を歳出ルールとしてしっかり堅持し、1年ごとにローリングはするといっても、与野党一致で歳出枠、シーリングを守りながらその内部で優先順位を話し合って決めていく、非常に安定した財政健全法則の厳守をしているところですが、そうは言ってもやっぱり医療費、お医者さんって強いんですかね。その割に高齢者介護っていうのはなんか弱いんでしょうかと、ちょっとずつ競り負けてる。で、年々見ますとその年の予算で
激動しているのが高齢者介護費用です。例えば少子化、プレスクールっていうんですが、まあ、保育所をたくさん作るということになるとこちらが削られる。医療はなかなか削れない。で、言われているのは児童と障害者に関する施策の充実を90年代からこうどんどん進めていく中で、まあトータルな数字だけ見てれば、まあ、似たり寄ったりじゃないかと。しかも健全財政ができてるんだからいいじゃないかと言いますが、毎年の予算編成と事業執行にあたる自治体の責任者の立場になってみるとこの差っていうのは非常に大きくてですね、2200億の伸び率カットを例年繰り広げられるだけであれだけのことが日本で起きたわけですから、このギャップっていうのは現場の政策担当者にとっては非常に大きいんですね。先日まあ、某首都圏の医療の関係者、そこの財政の責任者および医療の責任者とも一緒にしましたが、とうとう我が家で、私の私物の招き猫を1個持って帰りました。現場的にはやっぱり健全財政も大変だけども税率も上げられないのも大変だし、それから従業員の賃上げは産別交渉ですから有無を言わさず上がってくると。そうした中で人なんか首でも切らない限りとてもじゃないけど予算が組めないということで招き猫の人形を持って帰りました。まあ、先ほど言った中央政府の段階での議論とやっぱり本当に医療費予算を構成し執行している立場とではやっぱりそのぐらいの違いはこの数字のわずかな差ですが 1% の差ですが優位に現れると思います。それからもう一人ストックホルム大学のまあ、なんていうんですか、ソーシャルワークの権威の方とお話ししてますと、これはやっぱり先ほどもちょっと述べた90年代から2000年代初頭にかけての プレスクール関係あるいは放課後児童の扱い等々、児童福祉関係の予算と障害者のパーソナルアシスタントを整備するということに自治体の限られたシーリングの下での予算を大量に動員したので、これを削らざるを得なかったんですよというようなお話も聞きました。まあ、後ほど述べますけども、その結果としてさまざまなことがたったこれだけの数字の違いの中にも入っているということは、まあ、日本標準で考えるときには想像力をちょっと膨らましてみなきゃいけないというふうに思っています。そこで次にお願いします。これでそのちょっと実例なんですが、大使申し訳ありません、若干ネガティブなストーリーを新聞から引用しております、まあ、しかし読めばですね、あ、この政党支持はこの人はこうだなってすぐ分かるんですけれども、最初はスウェーデンの高齢者介護はですね、恥ずべきものとなってきているということで、本当に民営化といって、いろんな民間企業に参入してもらって、どんどん利益がそちらに流れていってしまう。海外の投資ファンドに所有されているようなところに流れていってしまう、こういうような話の中で、犬ほどにも外に連れて行ってもらえないというようなことが書かれております。政策批判と合わせて、最近の、まあ、自治体にもよりますけれども、ホームヘルプの分量が非常に頭打ちになってきているという危機感を示していること、その範囲においては正しいと思います。その次、これは時折起きる、これは民間だから起きると断じちゃいけないとは思いますが、高齢者の特別住居の中での虐待と死んでからも遺体を侮辱したということで警察沙汰になったケース、まあ、たまたまこれはアテンド社という大手銀行に関係のある民間介護企業がやってた事例でございます。その次お願いします。その次は今度は看護婦さんの悲鳴ですけれども、制度が変わってどんどん守備範囲を広げてもらって、やる意欲は高まる中で、看護職の人っていうのは非常に真面目なんでしょうか、政策の評価もたくさんしながら結局あまりに期待値が高すぎて限られた人員の中で先輩がみんな早期退職で希望する職場を辞めていくと、こんなんじゃ実際政策の狙いはとてもじゃないけど実現できない、責任持てないという悲鳴でございます。もう一つお願いします。
これはこの秋から年末までにかけて、それから現在もむしろ国会のレベルでさまざま所要の立法問題が出ておりますが、カレイマ事件と言われているもので、非常に手広くストックホルム市内、その周辺を含めて介護医療などの受注をしております。基本的には入札制度で受注していくところですけれども、その中でさまざまな虐待事例とか、まあ非衛生的な施設管理とか、お医者さんとの連携が悪く、やらない結果を招いてしまったとか、そんなようなことがたくさん出てまいりまして、それをメディアが徹底特集記事を、企画記事を出したんです。その結果として、随分動きが出ました。不祥事案の概要とも書いてますが、端折りますが、政府の対応としては、高齢者担当大臣、財務大臣、法務大臣、3大臣共同記者会見をして、一つは、インスペクション機能といいますか、契約業務自治体がその契約した相手方にしっかり監督していく業務を支援する、それから国の機関である行政庁である保健福祉庁によるサービスの質の分析等々をする、調達指針の作成と、こういう対策を講じますと高齢者担当大臣が言い、ともかくこの問題で最大 の, 国内の品種を買ったのは、この会社が納税してなかったと、法人税の払う利益が消えてなくなりましたということで納税してなかったんで、そうした納税回避のための抜け穴を防ぐための必要な法制を整備します。これは財務大臣の仕事です。もう一つは法務大臣の仕事ですが、情報提供した民間企業職員を保護するという道を検討します。で、現場のストックホルム市、他にも市があるんですけれども、直ちに契約を打ち切りました。で、当面は市直営で運営しているんですが、これができるというのも、産別組合で、組合は変わらないんですね、経営者だけが変わるわけですから、経営形態の変更というのは非常に容易にできるんです。それから医師の参加抜き検査の増加等々等と、それから新規入札はもう認めない、こういうようなことで対応してますが、この問題はスウェーデンにおける、実は民間企業、ベンチャー企業を通じてのIT をはじめとするさまざまな技術革新、新しい事業の創設、スウェーデンのイノベーションの原点のを構成している財務手法にと全く同じなわけですから、ここの金の動きを全面的に介入してしまうということは、他の本当の企業の分野におけるイノベーションというものを金の動きとして阻害することにならないかというところ、いろいろ工夫しているところでございます。ちなみにこういうところに投資しているのは、そういう海外にあるベンチャーキャピタルというんですが、そのベンチャーキャピタルに投資しているのは国内の有力銀行であるとか公的年金ファンドとか、そういうところでございます。で、日本では用法一元化の関係などで、株式会社がやって配当がいいの悪いのという議論がまだあったようでございますけれども、配当の問題じゃなくって、投資会社から投資を受けて、その投資会社に借金を返すと、融資に対する返済が非常に高利回りなわけです。したがって利益が出ないんです。利益を全部持ってかれるほどに高利回りというやり方をする。それで、そういう投資はいい悪いの問題じゃないんです。そうやって経済動いていく面あるんですけれども、例えばこういう会社は3年から7年やると、この会社自身を売るんです。そしてまた利益を得て、また次の類似の会社に投資をしていく。そのサイクルによって、その先ほど来言っている大変人員削減でもしなきゃやっていけないかもしれない、大変厳しい財務環境、財政環境の中でも、新しいそのケアの担い手っていうのをどんどんこう導入してきた。それでこういう事件を介して、一つその税金を払えるような財務体質にする、投資のルールをする、それから利益を内部に留保する道というのは他にはないんだろうかとか、さまざまな研究を今進めていただいている、こんな状態です。ちょっと受けになりましたけど、そういういろんな現場での動きはさまざまに現在も悩み尽きず動いてますが、それらを先ほど言ったように、政府はこの自治体に対しても徹底的に批判を加えるわけです。で、政府としてできる対応というものをまとめて打ち出していく、そういう役割分担を徹底していると。次お願いします。
これはある在留邦人からいただいたお手紙、私がいただいたお手紙なんですが、本人に断って一部引用させてもらってもいいですか、快諾いただきましたので、ここに前半はアスク法務大臣、国家公安委員長も務めておりますが、ずっと列に並んでんですよね、黒犬の自動車に乗って急に列を飛び越えてサービスを受けるとかそういうんじゃない。しかしこの人は我が家に来た時も閣僚の中で、何人かいらっしゃっていただきましたが、このアスク法務大臣だけはスウェーデンの公安警察がしっかりガードして夜いらっしゃいました。一緒にいらした他の大臣には自分にはつけてくれないんだよなとこう投げ取られましたが、まあ、ということは非常に治安の総責任者でもあり、まあ、本当に日本にもたくさんご縁のある、息子さんが福岡の一般の日本の高校を卒業しておりますが、そういう方でございますが、まあ、それは一つのやはり微笑ましいスウェーデンの特色だと思います。そこで最後に彼のお手紙のまとめは、スウェーデン人は日本人とよく似ているよと言ってます。勤勉さ、真面目さ、無口で控えめな性格、自然を好む、整理整頓もよくやる、うん、でただ違うのは税に関する違いですと。税財源をいかに公平平等に有効に社会に還元しているのかの違いです。ベースは政治家と国民の信頼で成り立っていると思っています。まあ、冒頭まとめて言いました社会的信頼というのも、やはりこういう素朴にそのように感じる、素朴である真実がそこにある印象というものをこの国が与えているということは、やはり看過できない大きなポイントであると思います。それで、しばらく経ちましたので、どんどんその次に進めてまいります。話は少々外務省的な話になりますが、スウェーデンというのを見るときに独特の存在感を発揮する国なんでしょうかと。政治風景も変わりましたし、 EU に入っちゃったし、普通の国になっちまったんじゃないでしょうかという問いも、むしろ日本人の側からよく受けるんですね。確かに EU に入ってから、いやこれは EU で決めることですからという説明も多くなったのも事実でございますが、やはりスウェーデンの大国時代の最後を飾る18世紀初頭の大北方戦争、それからこれはある意味で受け身のことですけれども、ナポレオン戦争以来200年余り戦争を回避してきたという、その歴史の重みというのは非常に大きいわけです。そして EU は加盟したけれども、いまだに若干意見はあるけどユーロには入っておりません。非同盟中立政策も、まあ微修正したと言っていいと思います。リスボン条約が結ばれ、スウェーデンは最初に署名しているんですけれども、それが発効するまでの間に2008年、総理も外務大臣もともに、演説の中で、この微修正の言葉を大変上手な言葉で、政治的に非常に傷つかない上手な言葉で、演説で述べています。まあ少し過激におっしゃっているのは、今の外務大臣をされて元も総理もしておられたビルトさんの外交演説の中では、外交スピーチですね、あるシンクタンクのところでのスピーチでは、孤立主義から脱却したと、こういう表現を使っているのがギリギリ少し際立った表現の仕方ですが、非常に上手に微修正を図っております。つまりその中立政策の印象を消さずに、しかしEU の中では自分たちの変化というものを見せ、また EU の外にもその変化を見せようとしているということですね。まあ、一つは NATO の PFP に積極的に参加しております。最近のリビアにも参戦しております。それから軍政改革というのも一つの特徴ですが、冷戦が終わってから国内に大変多くの数がいた、80万人もいた国内の兵力というものをどんどん減らして、今年からは結局志願兵制に基づく海外の国際協力業務等々に活用できる海外中心の軍隊に変えています。人数も大きく減り、この間防衛予算も GDP の一番多い時 3% もあったんですが、今 1% ぐらいまで落としてきております。でしかし隣のロシアが本当にそれで大丈夫なのかというのは常に検証していかなきゃいけないというのは事実ですね。それから日本より非常に高いんです、韓国よりは低いですが、 GDP5 割を占める貿易依存率というのがありまして、非常に強く自由貿易を主要な道具に立てて、世界の人権、民主主義、法の支配を追求する外交です。
私どもよく頼みに行き確認をするんですが、隣の中国に対する武器輸出のを控えているんですね。世界10位の中に入る武器輸出国でもありますから、関係者はそれは中国は欲しいマーケットなんですけれども、政治的な理由、天安門事件以来政治的な原則として武器を禁輸するということを守っておる。そういうのもこういうところの中で貿易は活発にするけれども、アフリカともその他のアジア諸国もあるけれども、ここの人権民主主義法の支配を支配の改善というものを常に狙っているという特色、対ロシア政策、もとより現在はロシアとの関係はどうも大変安定しております。それからロシア周辺というか旧ソ連地域の国々に対する支援、それから西側のスウェーデンと東側の日本、ロシアに関する防衛の話し合いというものも積極的に開始しておられます。少子化の恐れはない社会今になっているのに積極的に移民政策を展開しております。で、徹底した財政均衡主義など、それから普通の国という側面もあるかもしれませんが、犯罪発生率ヨーロッパの中では高くないと思いますが、東京日本に比べるとやはり高い、イスラム系自爆テロも起きる、そんなようなこともありますが、全体通じてやはり非常に個性豊かな基本政策を展開している国だというふうに思います。 EU に入って普通の国になったという評価はやはり当たらないというふうに思っております。次お願いします。で、スウェーデン政治の行方ですが、これも言い方間違えると大変なんですが、2回連続保守中道政権が勝ちましたので、現在はそれでも少数連立政権なんですけれども、非常に税額控除、日本でいう給付付き税額控除に近いものも活用しながら、実用的で大衆的な支持を得られる政策に特化して、結果としての減税というものを確保しているというような、静かだけれども着実な改革を進行させています。で、この政府が取って、社民党がもう一回取って変わる可能性はどうだろうかと、これもまた聞かれることなんですが、私には分からないことですけれども、現時点でいうと社民党執行部の党内外への指導力の失う、さまざまな事件の重なり、それから世論の支持が減ってきている。一方、野党が政権を取るには、かつてのような社民党が4割5割という票を取るという時代ではないもんですから、非常に伸び盛りの環境党の行方っていうのが大切なんですが、どうしても次の選挙をやったら与党になりたいという意向が非常に強いので、社民党が取っても穏健党が引き続きやっても必ず与党の方に入るぞという勢いを今示しています。最後どうなるか分かりませんけども、社民党の人に聞くと、いやそんなこと言っても結局俺たちと一緒だよとかおっしゃるんですが、どうかなと。それから最近では元共産党ですか、左翼党というところの新しい党首、大変人気のある党首が着任しましたので、社民党がまごまごしているとそういう伝統的な左翼勢力を背景とした左翼党に票を奪われてしまう恐れも多分にあると思います。それらの背景にはやはり労働組合が、昔私がおりました時、総本山であるブルーカラーの LO、200万人ぐらい加盟者がいたんですが、今は150万人ぐらいになってきております。で、もちろんテクノクラートの組合の人数は少し上がってるんですが、全体として労働組合組織率が低下傾向にあるのは否めません。で、労働者が働く人はどこにいるかという、都市部に非常にどんどん集まってきて、都市部の中間層に旧来の政治の価値観がどうしても受け入れられない。逆に言うと、都市部の社民党の人たちは、酒の席その他で言えば、昔の若かりし頃の自分に今の自分を見せたら、とてもじゃないけど恥じいてしまって、どうしてこんなに妥協的になってしまったのかっていうぐらい、彼ら自身の中でも変化が発生しています。が、国民税負担等々の限界感、それから都市と地方、これ都市も地方も非常に都市は拡大し地方は疲弊するという、そういう状況は変わりません。近年北部の大変人口過疎の地域に、国の行政庁のリクルートセンターのお力もあって、なんと森林産業のある北部地域にロシア人移民900人を入れましたというぐらい、なかなか深刻な問題を抱えております。
それからどんどんソマリアであれアフガンであれイラクであれ入ってくる政治難民的な移民と、それから本当の労働移民と両方、そしてその家族という問題があって、この人たちがそのスウェーデンということを評価して入ってくるのは分かるけれども、スウェーデンの政党のどれを支持するかというのは必ずしも明らかではないわけですね。まあ、これから人の不幸を楽しんじゃいけないのかもしれませんが、金融危機がもっと深刻になったら、やはり連帯と安心に回帰するんじゃないかということを言う人もいますが、おそらくこうした構造の変化の中で単純には変えらないと思います。しかしデンマークでも今社民党が総理を出しています。要するにやっぱり最大の政党、今でも最も人材を抱えている政党であることはまだ変わりはない、歴史の重みだと思います。中道保守政党の側は社民党に勝つことを政治目標にしてきたぐらいの面はあるんですが、3回連続に勝ったら、それぞれ自分たちは何を政治目標にするのかということを本格的に問われる時代に入ってきています。それから実用主義的な税額向上政策をたくさん活用しながら大衆の人気も得るということがありますが、来年度予算で最終段階の就労税額控除を見送るという発表もいたしましたが、税収とのバランスですけれども、やはりいつも大衆受けする同じ地方をずっと続けられるわけではないということがございます。それからこんだけいろいろ我慢をしてきたんだから、本来政権を取ってるならこういうイデオロギーでやってほしいっていう声は穏健党の中からも少数の他の連立政権からもたくさん出てきます。それが少数政党の実行主張というのが出てきます。で、4% ルールというのがありまして、 4% 以上その投票を獲得しないと議席を国会に持てないわけですから、そうすると今の小さな与党に入っている小さな政党が落ちこぼれると、連立政権というものが瓦解する恐れというのは多分にあって、それもあって安定的に支持を伸ばしている環境党の方に与党の側は秋波を送っているということで、環境党を穏健党が取り込むという、あるいは味方につけるという方向で次の選挙に向けていろんなせめぎ合いがあると思います。で、一つ、スウェーデン民主党というのが2010年の選挙で、出てまいりました。これは移民政策を抜本的に見直す、本人たちは社会的保守主義、ソーシャルコンサーバティブと言っておりますが、まあ、いろいろもともとネオナチの人が混じってるんじゃないかとかいろんなことも言われる政党ですが、結構実はしぶとくて支持をきちっと持っております。この人たちと穏健党も社民党も絶対手を組まないとこう言っているわけですが、手を組まないというけども、実際の投票行動の時には結果としてこの人たちの投票行動が政費を左右することがまあまあ発生するわけでございます。で、実はもう一つの驚き、昨年10月、2010年選挙の直後の初めての国会が開かれ、スウェーデンの今の憲法の下では王様も閣僚の人たちと一緒の席にこう横に一列に並び、王様の国王の演説もし、その次総理の所信表明演説、先ほどのが出てくるわけでございますが、その一緒に並んでるってことも日本との違いとしては非常に大きい面白いところなんですが、私は単純に驚いたんですが、総選挙直後の初めての国会で首班指名選挙もなく、突然にそれまで総理大臣をしてきた人が所信表明演説を始めるわけです。誰が総理大臣を選んだんだっていうプロセスが全くないんですね。で、実はそれが伝統なんですが、昨年11月、選挙前と選挙後2回国会で議決をして憲法改正ができるんですが、憲法改正が行われて首班指名選挙が導入されました。で、これは分かりません、みんな意識してますから賢く振る舞うと思いますが、今までのように連立政権の数によって合わせて若干多数派であれば、当然にそこの指導的な政党のトップが総理になるということではなくなります。そうするとこの人たちの投票行動によって好き嫌いにかかわらず、選挙で勝った側が総理を出せないということが発生します。で、この憲法改正は2010年の民主党、スウェーデン民主党躍進の前の国会で
一度議決された憲法改正案で出てきちゃってからも、まあ、もう一回議決したんですが、この政党にとっては非常に面白い制度ですね。自分たちの存在意義を示せるわけです。だけど社民党にしても穏健党、従来の政党にとってみると非常のリスク要因を抱え込んだ憲法改正でございまして、まあ、みんな分かってますから、これに向けて2014年の総選挙はどういう対策を講じてくるかというのは非常に興味深いし、何か間違うと負けた側が総理を取るということも論理的には発生しよる、まあ、スウェーデン政治の中で初めての経験を2014年にすることになると思います。その次お願いします。そこで、まあ、これが本論のようなものなんですけれども、スウェーデンモデルと言われるものに関して、まあ、やはり時代の流れの中で労使関係の組織的社会的な集権化を図って連帯賃金政策を進め、まあ、時としてパルメ政権の時など労働者基金構想を引っ提げて企業統治にまで乗り出していく、こういう時代からですね、今やグローバル経済の下で国際資本市場、人口変動、気候変動などに対応した労働だけじゃなく生活全般をどうやってこう守っていくか、社会的統合を果たしていくかという時代に入っているんだと思います。そうした中で、まあ、かつての社民主義レジームと保守中道レジームで言えば、まあ、重なるところはいろいろあるんですけれども、やはり社民主義レジームで言えば、これまでもさまざまな本で紹介されているように市場の冷酷さや伝統的地域家族からの個人の解放、連帯と平等、男女共同参画、公共部門、給付、組合中心主義、労使集団交渉、実用主義、プラグマティズムであることは変わりません。企業救済より能力開発、こういう倒産企業に対する冷徹な扱いも今回のサーブの事実上の倒産を通しても明らかに再確認されます。それは保守中道レジームでも同じことなんですが、こちらは象徴する言葉を私が拾っていくと、自由と尊厳、責任、実用主義、コスト重視の財政均衡主義、いろんなビジョンはいいけど財源はどうするんだっていう議論が日本のようにスウェーデンでも非常によく出てくるようになってます。それから男女共同参画、これはもう一致した政策ですね。それから患者さんや介護を受ける方々が選択の自由を行使する、そういう供給体制に患者中心に変貌してほしいということです。就労第一主義、これは就労第一のためには従来労働組合に依存するだけではなく、経営者の方がより欲しい人材を知ってんだというようなことも含めて非常に柔軟な就労第一主義を掲げております。個人家族の主体性とか民間活力重視とか教育の重視、雇用の問題もやはり中等教育の中できちっとその結果を出していく教育がなければなかなかいい職業にはつけない、雇用の可能性は乏しくない、それから国民負担はできるだけ少しずつでも軽減する部分を作っていくというようなことで似て非なるところがあります。で、この似て非なる保守中道レジームの中であまり声高に言わない実利的な改革が進んでいる中で少しずつ社会が変質しています。例えば給付付き税額控除みたいなものの中でルート控除っていうのがあるんですが、社民党とも非常に争いがあったんですが、現在社民党も認めざるを得なくなってきておるんですけれども、家事援助サービスを民間企業から購入したらその分そこにかかった労働コストの半分が原則ですが税額控除しますということで、若い子育て世帯とか高齢者を抱えている世帯が在宅介護、ベビーシッター、掃除、そういうものに活用しています。でもそんなことをみんなやり始めたら金のある人がそういうことを使って公共サービスがどんどん縮減していってしまうじゃないかっていう心配をする人たちも多いわけですね。で、そういう意味で、まあ、私なりの言葉ですが、80年代後半までは底上げ型の実験社会だったように思います。その中で組織だとか あるいは制度、こういうものでの企画が非常によく働いて世界的に冠たるスウェーデン社会を作ってきたんだと思いますが、今の時代はそれを踏み台にしながらも応用とイノベーションの社会にこう転換しているということではないかと思っております。これも抽象的です。それから移民問題はプラスの反面とマイナス反面はどこの国でもあります。しかしこの移民問題に関しては非常に積極的な政策を取り、スウェーデンモデル、北欧モデルというのがその
移民が、と言いますか、移民との関連で市場主義経済がもたらす弊害に対する中和機能を一番よく果たすのは北欧のモデルであるという自信は非常に強くあるようでございます。ただ、まあ、現実界に行くと生活保護受給者の 67% は外国生まれのものという実態もあります。いや、国に入ってきた時の、 あの最初の1年は大抵もらうからこの数字は大きすぎると批判もありますが、それを排除しても 60% ということですので、あの負の側面も大きいけれども、それは分かるが必ず移民政策を積極的に転換する。で、最近の12月 の、 あの取材に対してラインフェルト首相の新聞報道による回答は、スウェーデンは他のヨーロッパ諸国とは異なる歩みを選択したと。その結果を見るのは大変興味深いことである。私は極右が影響を持つことを許した国において排外主義が高まってきたと信じている。むしろこの開放性ということは、そういう排外主義を最小限に抑える道であるということです。まあ、そのような信念で非常に自信を持ってこれを積極的に進めている。移民庁に尋ねてみたんですが、昔は移民、労働移民は抑えられてたんです。それで、最近解除されましたが、労働組合が審査するというプロセスが非常にきつかったんですが、それを労働市場テストと言ってましたけど、それを廃止しちゃったのはスウェーデンだけだよね、北欧の中でも、いうふうに言われております。ちょっとその移民政策のところをちょっと見てもらいますが、あまり日本では馴染みがないから、ページは43ページお願いします。ここにありますように、まあ、産業革命がまだまだ途上といいますか、産業が十分な産業がない時期は、むしろ北米に移民を出してた国だったんですね。1930年代ぐらいまで。その後50年代以降の大きな経済成長の中で、労働力を外から調達するようになりました。60年代まで。で、70年代入り、石油ショックもあり、さまざまな経済活動の停滞もある中で、国内労働力を優先をして、労働組合がチェックをする、あるいは役所がチェックをする労働市場テストというのが導入されました。で、この頃それでも積極的にやってたのは政治難民の受け入れというのをやっておりました。で、今は今の保守中道政権の下で新たな経済成長を模索するという観点で、就労第一原則を掲げ、企業に必要な労働力の供給を優先する、高齢社会と高福祉の両立に必要な労働力を確保する。よくこの移民政策に関して、高齢化社会に対応するためっていうフレーズが必ずつくんですね。だって別に少子化じゃないんだからいいじゃないって素朴に反応してると厳しい目で見られるんですがで、難民は労働力として活用をする、雇用で難民の社会統合を実現するという難民政策も引き続き続けております。この労働市場テストを廃止して、雇用主から仕事をオファーされたものは職種に関わらず積極的に労働力として受け入れる方針に転換した。ここが北欧諸国の中でもないところです。で、まだ引き続き労働者保護法制の見直し緩和という議論も検討が進められており、最近 LO の方でも少し考えなきゃいかんなと言われる部分もあるようですから、日本でいう労働基準法についても一定の見直しが入るかもしれません。デンマークと比べて同じフレキシキュリティでも、スウェーデンの方がやっぱりリジッドだと、 今でもリジッドだというふうに言われるところがあります。そのぐらい長い歴史の中での労働者保護法制ルールっていうものは、労働慣行としても非常に確立したものとなってきてたということだと思います。少し変化を見せつつあります。そこでちょっとその変化の中で今日ご紹介をしておかなきゃいけないなと思っておりますのは、いろいろ変わった変わったと申し上げましたけれども、変わっているけども変わらない姿というものをこう、うまく活用しているっていう例を挙げたいと思います。35ページお願いします。これが先ほどもちょっと触れましたロシア周辺の、まあ、旧
大北方戦争時代にも関係したような地域も入ってますが、東方パートナーシップというところで旧ソ連の領域のところのに向けた EU への EU のここまでの拡大ないしは EU に入らないにしても EU とこう互角にこうな外交関係経済関係を結んでいける状況を作ろうということはございます。しかしこういうウクライナとかこういうところの国は実はそういうことを提唱したポーランドはあったんですが、やはり旧ソ連の影響が強いということもあって、こうした国々は中立政策は変更したとは言ってるけれども、スウェーデンの長い中立政策の伝統に対する信用力ということで、スウェーデンが入ることによって初めて彼らは積極的にこう動いてくれている。だから国内的あるいは外交安全保障を作っていく政策を生み出していくメカニズムは少し変えても、今までの積み重なりがもたらしてきた国際的な信用というものを非常に大切にこう使っているということかと思います。で逆に違う事例をちょっと申し上げます。スウェーデンにおける格差の拡大ということです。2、3年前に厚生労働白書でもこういう領域がありましたし、その当時のスウェーデンの数字は非常に低い格差の数字が出ておりましたが、このところ大変やはり相対的貧困率の数字が上がってきています。OECD のデータというのは一定の基準がありまして、そのテクニカルの部分があるんで、それで比べても、例えば厚生労働白書に書かれていた2000年の 5.3% が2008年には 8.4% に上がってきてますが、スウェーデンで普通言われるのは、中央値を5割基準で取るか6割で取るかとか、対象年齢をどう取るかでいろいろデータが違うんですが、普通言われるのはスウェーデンでは2004年には 10% の相対的貧困率が2009年には 15.2% まで上がってしまったという数字です。でこれは着実に確かに影響しています。しかし与党の側からすると、そうは言っても全体としてどの階層も所得が上がってんだということで、それでどうこうする必要はないっていう立場を国会答弁等でも貫いてるんですが、これはちょっとメディアの半分悪さと半分本当なんですが、つい最近の報道で言えば1991年から、これはここに出てきてません、2010年までの20年間で所得階層を10階層に分類された税引き後の可処分所得で見ると、最低所得階層ではわずか20年間で 1.7% が所得が増えていないのに対して、最高所得階層では 63% も増えている。これは中央統計庁の統計だとこう書いてる。でも半分本当なんですが、もう少し言えば90年代の経済の困難というのはどれほど大変だったかということで、過去10年の統計で取ると最低所得階層は 11% 伸びているんですね。過去20年で取るから 1% ということは真ん中がへこんでたっていうことでありますので、報道もやはりなかなか難しいが、一理あることを示したことは事実です。で、そういう中でとりわけ移民系の人たち、あるいは片親家庭の人たち、こういうところが教育のプロセス、あるいは社会サービスのプロセス等々で、雇用もそうですが、なかなか難しいことになっているということは事実であります。それからスウェーデンは大変素晴らしい IT 最先進国でございます。何をするにもお札はほとんどいらない。教会に帽子を持ってこられるので寄付するときのお金とか、切手を買うときのはいりますが、あとはみんなカードか携帯電話で済むわけでございますが、しかしそれの段階以前にさまざまな加入手続きをしなきゃいけないんですが、そこで移民系の人たちその他入り口で止まってしまう、あるいは教育のプロセスの中でどうしても卒業できるような水準のところまで達しないので、コンピューターもよく勉強しないまま終わってしまう、そういう形で季節してこう、鍵括弧ですが落ちこぼれ的な浮き目に遭う人たちっていうのがどん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 溜まっていく。それは生活保護の増大に現れたり、長期失業者の増大に現れたり、あるいは
若年失業率がずっと高い状態でつながるということに現れたりしております。これはちょっと資料なしで申し上げて申し訳ございませんが、そういう中でも全体の所得を上げ、全体の就労の機会を増やしていこうという積極的な政策展開っていうのが、やはり今のスウェーデンの特徴ではないかと思っております。だんだん時間が長くなってきましたが、そのスウェーデンモデルに関して実はもうちょっと落ち着いたことを言わなきゃいけないと思っております。スウェーデンモデルの23ページをご覧いただきたいと思いますが、ここは非常に普通書かれていることを書いております。社会に対する強い信頼というところなどから書いてますが、北欧型資本主義の革新的なパラドックス、具体的には社会契約と市場の原則の調和を生み出す個人の自立と社会の流動性の最大化を主目的とする諸政策を言うと、よく言われます。高い労働インセンティブと市場における価値の最大化、経済的社会的政治的なトランザクションコストと書いてますが、処理コストが非常に低い、非常に滑らかに次のバージョンに移っていける社会であるというふうに思います。でそこに書いてありますように、冒頭から言ったように、税が反対給付があるから税を納めるというよりも、税を納めて政治を作っていくことができるという信頼感がこのスウェーデンの税制を支えているという原点に戻ってみないとなかなか分からない。あるいは非常に個人情報が透明度が高いとか等々あります。それから先ほども言いましたこの三層構造、これは外国人が言うことなんですけれども、政府と行政庁と地方自治体の三層構造と、政府が常に正義を確保できる立場をまずキープすると、その上で政策を展開すると、これによって国全体がフェアウェイをキープしながら次のステップにも向かっていくということを繰り返す一つのメカニズムだろうと思っております。次お願いします。でここは社会保障についてすでにたくさん述べましたけれども、端的に言うと社会保障について聞けば、年金改革と少子化対策はもう卒業したというのが、スウェーデン人の皆さん方の自信の裏付けにございます。しかし先ほど来申し上げたように、医療介護子育てのほころび、都市部ではやはり日本ほどではないけれども、保育所のに入れない子どもで、しばらく民間のいろんなサービスを受けながらっていうのがあります。それは大都市問題とも言えると思いますが、医療介護の方はもうちょっと深刻です。他にも社会保険の事業主負担、これは厳密には基礎年金の廃止を書いてますが、要するにこういうことが社会保険料の事業主負担に影響するような大きな年金改革が行われる、その関連で起きたこと、その後の労働政策の変化などで少しずつ事業主負担も減って 38% 台あったものが今 31% 台というふうに言われるところまで、落としてきています。で地方税の話は申し述べました。で、厳しい財政基準の中で、じゃあどうやって効率化を推進するかと、民間企業を入れて安く発注すればいいんだっていうのはもうやらなくなったそうでございます。むしろ入札参加は公も民間企業も共通で、その中で質の競争入札を狙うという時代に入ってるんですが、しかし十分インスペクションができるかとか、いろんな問題を抱えながら、先ほど言ったリスクキャピタルによる民間サービスを含んだサービスの中で引き続きの高負担をしている。こんだけ高い税金を払っているのに、どうしてこういうところに税金を払わないところに金は流れていくんですかっていう問いが、やっぱり一番重くスウェーデンの場合ではのしかかっていると思います。それから個人家族の主体的役割の再評価、別に高齢者を息子や娘が介護しなきゃいけない、経済的に支援しなきゃいけないという民法体制があるわけではございません。したがってそういう法的な義務はないのですが、公のヘルパーに依存できる度合いが、高齢者とりわけ80歳代以上の人たちの増加に対してどんどん乖離が生まれている。そうするとスウェーデンのモデルの中では、そんなことは考えてなかったんだけど、家族介護ということで
まあ、老老介護はもちろん中高年の娘が家で面倒見なきゃいけないというようなことが頻繁に起こるようになってきている。でそれに対する支援もさまざまに講じられるようになってきてますが、まあ、若い子育て世代のワークライフバランスって日本でもこう一生懸命追求してますが、中高年の女性は、息子もそうですが、中高年の親を介護せざるを得なくなっている。もちろん喜んで介護している人も多いし、選択しているわけですけれども、それにしてもそういう親を抱えた、要介護老人を抱えた中高年の労働者、職員のワークライフバランスはどうしてくれるんだというのが大きな課題になっていると言って、嘘ではないと思います。子ども養育手当ってどっかの国の子ども手当に似てますが、これちょっと違ってて、保育所にやらずに自分のところで養育している人には児童手当にのとは別にさらにまたお金を出しますという手当で、地方自治体のまあ手上げ方式任意制度ですがあまり普及しませんでした。それはキリスト教民主党 のテーマだったんですが、なかなかうまく現実はついてこなかったという点はございます。でスウェーデンモデルの中ではやはり疾病保険の傷病手当金を厳しく見直したという改革、それから雇用政策での失業手当の要件の見直しというところが非常に大きな争点となるわけでございます。次25ページ開いてください。でここでちょっと失業保険の後始末とか改革の後始末と書いてますが、失業保険は国の機関、行政庁がやってるんじゃなくて、労働組合30余りでしたでしょうかが自分たちで失業保険を組織してやっている、そういう国なんですが、それの要件を、しかし実施の要件をいろいろ制度的に厳しくしたんで、なかなかそのいろんなフェーズに分けて、最後までリハビリを受けなきゃいけないという類もたくさんあるんですが、このあたりはそうやって新しく変えても結果として失業保険受給者を減らして雇用がその人たちに及んだっていう結果が十分出てないじゃないかという批判もこれありまして、まあこのあたり傷病手当金と失業保険というのはスウェーデンの社会のモデルに沿ったある種の必要枠というか、そのバッファーというか、ある種の文化的な側面を持っているので、そこを少し十分こう慎重に見ながら実効のある改革をしていかないといけないんだよということを、まあ社民党の人たちは言います。かなり大胆にやったもんですから、だいぶリアクションが大きくなっております。これは本当にスウェーデンモデルというのが労働の移動というものを容易にし、そこから一度外れた人に対しても失業手当、あるいは病気の時は傷病手当を出しながら、もう一回再起動させる、こういうモデルを前提に考えますと、その傷病手当金の長期の滞留、失業保険の長期の滞留、いろいろ手立てを講じるけども結果的に十分な成果が上がらないということは、与野党の中ではどうしても争点にせざるを得ない。ただし制度はすでに改革されており、例えばこういう点改善しますという政府が予算案込みで国会に提案しても、今は担当の社会保険委員会は野党が多数を持ってますので、すぐ否決されるんです。否決されるんですが、すでに先ほど言った行政庁という独自の存在がありますので、そこの予算の普通の予算は別に予算措置されておりますから、国会の中で否決されたので何か起こるかといっても現場は何も起きないんです。何も起きない。法律を変えるまで起きない。ではじゃあ野党側はこの失業保険でも傷病手当でも野党案を出すかと、で法律案を出すかというと出さないんです。出すとそれの成果を問われて次の選挙に影響があることは誰しもが分かるというのも一つの理由だと言われております。だから批判をする材料としては非常に非常にスウェーデンの非常に責任の強い政治的な意思形成過程の中で、失業保険と傷病手当というのはなんとなく日本の政局によく似ている構造をよく示す、そういう領域になっております。まあいろいろ行政庁組合中心の労働政策から経営者中心に変えてエンプロイヤーフレンドリーポリシーだとか言われたり、先ほどの労働市場テストの廃止だとかいうこともあって、社会主義によらない労働政策を模索しているんだと勝手に評論家は一生懸命レッテルを貼ってくださっております。
先ほども言いましたように、しかし傷病手当受給者を含む就労困難者のリハビリとか移民難民その他家族の社会的統合というものは非常に大きな課題になってますので、行政庁の役割はむしろそちらの方に注力をしているということでございます。しかし先ほど言いましたように一方で致し方なんですが、成長鈍化失業率上昇の局面でも一定の賃金上昇で内需を支えるという考え方は一定程度労使とも共有しておりますので、賃金は上がるんです。そうすると経営者は困るんですそうするとこれだけ安心のネットが張られてるんだから人員を少し減らした形で運営しようかっていうことになりがちなんですね。でもなんか堂々巡りしちゃうわけです。でそのぐらいやはりスウェーデンの社会経済モデルの中で失業保険とその傷病手当っていうものは根幹を成している、そういうものだと思います。それがあるからうまく展開しているということではないと思っています。その次に税制の特徴、これはもう繰り返しますが、80年代末に社民党含めてですが競争政策的な競争成長政策的な税制に考え方をシフトしております。 EU 内で最も高い付加価値税、ただし輸出するときは非課税、これは日本もそうです。輸出産業に依存しているスウェーデンとしては非常に合理的な選択だと思います。日本と大きく違うのは所得再分配機能を税制の中で極力排除するというところがありまして、今の社会保障と税の一体化区では全く180度逆の議論ですね。日本の場合は相続税、贈与税、富裕税の廃止、その他と書いてあるのは資産所得に関する課税ですが、完全分離課税で一律 30% の税率ということで非常に競争促進的だと思います。税額控除の対応、それから今もですね、高所得者については 5% 上乗せの国の所得税、バランスキャットというのが載ってるんですが、これは法律論的に言うと暫定的な税率だそうで、国の所得税は 20% の一律の所得税率です。ただし財政上の都合から暫定的臨時的に、しかしずっとなんですが5% は乗っている。ここはだから先ほど申しましたように保守系世論、保守系与党の政治勢力の方々からはこれを撤廃しろっていう意見が非常に強いんです。強いんですが、これがなかなかやめられない、非常にやっぱりいいバランサーとなっているというのも事実だろうと思います。それからあとはこういうのありますが、国と地方所得税、それから社会保険料はみんな国税庁が一体的にやっております。しかし国税庁はコンピューターで、お手紙出して知らせるだけです。実際に焦げついたものを徴収するのはクロノフォグドミンディグヘイテンというんですが、強制徴収庁というのはウプサラにあって、民事再建もそうなんですが、まあ、裁判所みたいなことをやっちゃうんですね。裁判所の下請けをやっちゃうという手も近いようなもんですが、要するに人に嫌われる税務事務はこちらがやります。こちらはそういうお知らせをたくさんやります。でスウェーデンにおいての行政庁で最も評判のいい行政庁は国税庁、最も評判の悪いのは何だと思いますか？社会保険庁これは傷病手当っていうものを申請を受け審査して配るところですね。まあそんなもんですかねということで、なかなか二の子がつけないんですが恐縮です。その次、簡単に申し上げます。スウェーデンに産業政策っていう政策があるわけじゃないと思いますが、厳しい国際競争の中で本当にスウェーデンを見てると選択と集中と、よく経済の議論の中で学識経験者が言ったり経営者も言いますが、本当に選択と集中が見事に働いている経済の主体を作り上げていると思います。それからもう中国が出てきたからものづくりは諦めるという、そういう諦め根性はありません。引き続きものづくりでしっかり貿易で頑張るという意欲は非常に強いです。でその時に大変成功している著名な経済人からのスピーチなどで聞かせていただいているのは、とにかく外国市場ではニッチ&アドバンストを重視しろと、外国の特定市場で上位1位か2位を狙うべきだと、4位や5位じゃまともにそこの国や経済は相手にしてくれないと、4位5位ならすぐ撤退して
自分のところで1位2位取れるものを開発してそれで打って出ろと、こういう非常に根性が据わってますね。でこの間福島の原発事故でアメリカのロボットに次いで入っていったのがこのブロック社というフェレフトという非常に北の企業です。これはチェルノブイリでも活躍したロボットを日本型に改良して投入しました。チェルノブイリで投入するときにはなんか1年だか1年半だか時差があったらしいんです。それは何が原因かよく分かりませんが、4月の休みを全部返上して、日本仕様に改めて5月の日本でいう連休のときにもうすでに投入したと聞いております。従業員たった80名の世界的に最も競争力のある企業の一つです。本格的な原発事故で2度も活躍したというそういうものです。リモートコントロールのロボットというか、がれきこんなになってるぐちゃぐちゃに廊下もひどい状態になっているところを全部こうさばいて炉の近くまで道を全部確保するという仕事をやってくれました。大学のインフレーションとか言われてるんですが、25年経っていくと大学がやたら数が多いんですね。全国各地に大学というのができました。前は高等専門学校と言われているものもどんどん大学になってます。それは地域政策も込みなんですけれども、イノベーション政策を戦略的に大学を活用してスピンアウトカンパニーをどんどん作っていこうと、こういう政策だと思う。から未だに世界的な大企業群がありますが、成長著しい中堅小規模企業群があります。今回行った時も最初にスウェーデンの労働市場のモデルっていうのはカクテルグラスなんですよねと、その労働市場庁のトップに教えていただきましたけど、その柄の部分が細い、大企業のところにたくさん労働者雇用を抱えてて柄の部分が細い、それでやってきたんですが、その柄の部分、細い部分を広げる仕事を国を挙げてやってきました。今ではおそらく中小小規模企業群、例えば去年はこの900万人のスウェーデンで6万9千件の 新しい企業が起業されました。企業が起業って変ですけどとにかく積極的に新しい企業を作っていくという新種の精神に満ちているというのを言えると思います。それから今度の震災の関係でも非常に期待はされてるんですけども、世界的な森林産業の拠点でもあります。カナダ、スウェーデンというのはその二大巨頭だと思います。本当に山の中といいますか、平坦に近い山の中ですが、その森の中で極めて機械化されたマジンガー Z みたいな大きな巨大なロボットのような機械が動き回って、もう非常に効率的に木材を産出していきます。それで間伐材その他、川の部分その他はどんどんバイオガスの燃料につながっていくというところがございます。で2015年までに輸出を倍増させるっていう、大胆といったら失礼かもしれないけど、やっぱり非常に意欲的な政策目標を掲げて、今度も貿易大臣はおそらく日本を訪れていらっしゃる予定でございます。それから先ほど述べたような料理にも挑戦をしているということです。それも輸出と雇用の拡大をはっきりと狙いとして掲げております。最後になりますが、スウェーデンってどういうふうに、私はこのまだ任期のどの段階か、1年4ヶ月の段階で言ったらいいのか難しいのですが、全員参加型の労働市場、就労第一の原則っていうのが、前の政権の時であり今の政権の時であり共通する旗だと思います。とりわけ移民を含めた元気な女性の力の解放による社会全体の活性化というのは、わざとこんなものを示したわけではありません。日本だって女性でアイスをやる人いますからいいんですが、本当に元気を女性からもらっている国だなというふうに思います。それともう一つは強く安定した政治の機能です。ここにちょっと写しとって画像で示せる必要があった。これ1月2日これがスウェーデンで最初に新聞が配られるどうしますこれはダンゲスインダストリー、日本でいうと何でしょう、日経新聞か何かのような、それの最初の社説です。なんとありがたくも野田総理の 顔が大きいんですよ、写真が大きいんですこれ出てるんですが、いやありがたいこと書いてあって、日本の状況というものはみんなが信じるよりよっぽど可能性に満ちている、明るいと書いてください。
で、ペリーが日本を脅した時も、マッカーサーが降りた時も、それからオイルショックがあった時も、ずっと200年も前から日本は実は世界の最先端の発達した先進国であった。アメリカは何をその間違えてあれだけ爆撃したのかとまで書いてあるような記事なんですが、持ち上げられてるのかなと思うとそうでもなくて、一つは増税余力がたくさんあると、一つは家庭の主婦がたくさんいると、一つは日本の企業は大変今キャッシュリッチで優秀なアメリカやヨーロッパの企業をどんどん買収できると。こんな条件を持った国の最高責任者というのは、来るべき中国の最高指導者よりよほど恵まれていると。恵まれてないのは政治の意思形成過程だけだというふうに書いてあって、喜んでいやら悲しんでいやら分からないんですが、日本の政治の奮闘を期待したいというふうに思います。とりあえず私の方からここまでにして、残りの若干の時間をご質問に当てたいと思います。すいません。